ジークットチャンネル始まりました。ケントです。ユウです。はい、今日はですね、安部龍さんにゲストで来ていただきました。はい、ありがとうございます。お願いします。ちょっと簡単な自己紹介をお願いします。安部龍と申します。茅ヶ崎に住んでいて、アーティストとして活動しております。はい、絵を描くというのがメインですね。はい、はい、会社からクライアントさんのオーダーで、まあ、ロゴマークとか、頼まれることもありますし、であとはまあ単体で自分の好きな作品を作っていくっていうような感じですね。はい、よくあの壁、街の壁とかに絵描いてますよね。はい、そうです。はい、まあ、それはやっぱりこう茅ヶ崎に住んでいて、僕もここは地元なので、根付いていくっていう意味でやっぱりこう貢献したいなっていうところから、はいはい、やっぱり自分の表現もそこで、残していきたいなっていうので、なんとかこういろんな方に協力していただいて、壁に描かせていただいてるんですよね。すごいですよね。で、ちょっと最初に言っとかなきゃいけないんですけど、ジーピットチャンネルに出るとですね、どうしてもこう LGBT の当事者だみたいになってしまうので、あの、のんけです。はい、はい、のんけです。ストレート男子です。のんけっていうんですね。のんけっていうんです、業界では。で、まあ、なんでリュウさんに出ていただいてるかっていうとですね、あの、僕がですね、まあ、基本的にもうファンなんですよ。ありがとうございます。アーティストとしてすごいファンで、ニュー東京っていうポータルサイトでコラムを書かせていただいてるんですけど、そのコラムのですね、はい、イラストをリュウさんに担当していただいたり、はい、一緒にお仕事させていただいてると。そうですね、はい、僕がね、作品をどこか分かんないですけど、人捨てなのかデザイナーか分かんないですけど、はい、リュウさんの作品を見てたことがあって、あ、素敵だなとか、僕はすごい好きなテイストなんですよ。ありがとうございます。で、僕が割と ADHD で、結構好きなものに対してグッていっちゃうんで、はい、インプットする情報を遮断してるんですよ。で、ファッション誌とか好きなんですけど、はい、オーシャンズっていうファッション誌だけを買うようにしていて、オーシャンズを見てた時にリュウさんがパッて出てきて、はい、あ、この絵見たことあるっていうところから、あ、出てるっていうところですごい嬉しくなって、そうなんですね。そこで初めて追っかけてインスタをフォローして、そこが始まりなんですね。そうなんですよ。いろいろ作品見てたら、やっぱり好きだわと思って DM をお送りしたっていうのが初めての一番最初のきっかけがそこだ。そうなんです。 LGBT のなんていう話も含めていらっしゃったじゃないですか。はいはい、でも僕自身あんまりピンときてなかったんですよ。なんだ LGBT、ゲイとかレズビアンとかバイセクシャルとかそういうのは知ってたんですよ。はいはいはい、で、そういう世界がある、別にそれは、いいんじゃないかと、はいはいはい、まあ、そういう人もいるよねって思ってたんですけど、 LGBT って言葉全然ピンとこなくて、はいはいはい、何のこと言ってんだろうコラムを書くんですっていう、コラムってなんだみたいな、そこからだったんですよ。それでよく OK しましたね。だからそこで沙織が、あの、話したんですね。LGBT っていうのはこういうのでっていうの。ああ、はい、はいはいはい。そうか、それかっていうことで。で、僕もその、あ、全然もう協力できることはやりましょうっていう。なるほどですね。ことだったんですよ。マネージャーをやられてる妹さんなんですね。はい。沙織さんっていう、今日本当出てもらいたかったんだけど、ちょっと不在らしくて、めちゃくちゃ面白いんですよね。もうパッと見、もうすでにぶっ飛んでる感というか、もう生命力に溢れてる感じですね。あの、そうですね、生命力が目に見えるって結構だと思う。目に見えます。目に見えます。すごい、もうぜひ、あの、今度フォアしたいなと思ってますけど。ぜひぜひ話してあげてください。もういいご縁でした。ありがとうございます。かわいい。めっちゃ書いてあるじゃないですか。あ、そうですね。じゃあ、今から僕のアトリエをちょっと紹介します。はい、お願いします。本当にアトリエに入れるってなかなかないですよね。いちいちおしゃれなんですよね。お邪魔します。ここでいつも机に向かって書いていたり、あとはまあこれでゲーム映すんですよ。これ迫力ある画面なんで。あ、確かに確かに、でかい。なんかまあゲームやってること多いですね。あ、そうなんですね。どっちかというと、なんか、やっぱりインドア派なんですか？インドアですね。自信持って言っちゃうけど。どっちかではなくて、完全に。完全にインドアです。完全にインドア。はい。唯一、サーフィンをします。あ、そこは、はい、波は好き。波は好きです。海に入ることは OK です。基本は、家にいたい。はい。基本的には人に会いたくない。
はい、じゃあ、はい、今からこの茅ヶ崎の雄三通りにちょっと健人さんと一緒に行きたいと思います。はい、壁に僕の作品がいっぱい書いてあるので、そこをちょっと紹介してみたいと思います。これ雑誌載ってましたよね。これそうですね、雑誌載って動いてるのもいただきます。ありがとうございました。いやよかったです、ありがとうございます。あの商店街本当にいっぱいリュウさんの作品があって、お店の壁にバンバンバンって書いてある、書かせていただいてます。でもすごいですよね、それってなんかこう口コミで広がって声かかってっていう、はい、そうです。いつからこう絵を描き始めて、なんかお仕事にしていこうとか、なんか、はい、やっぱりこうね、なんていうんですか、固定概念で、はい、アーティストになる、画家になる、漫画家になる、そうだな、はい、絵を描く仕事になるには美大に行かなきゃいけないんだろうな、はいはいはい、ずっと思ったんですけど、そうでもなくて、なんか好きこそものの上手な絵じゃないけど、はい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 、本当に好きでやってれば、なんかこう、あ、いいねいいねって周りからこう、はいはいはい、共感してくれる人ってやっぱ集まるんですよね。人の人伝いでこうチャンスいただいて、経験積んでいったって感じなんですよ。その最初にもうどっちかっていうと、はい、もう絵で食ってこうと思ってバリバリやってきたっていうよりもっていう感じだよね。そうです、だから食えないと思ってましたね。何ならなんならもう趣味だろうと。高校生の時にデザイン美術コースっていう、はい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 、私立のそういう特化したコースがある学校だったんですよ、はいはいはい、でそこ行けて、もう本当僕からしたら毎日遊んでるような感じ。はい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 、授業が絵なんで、すごいですね。本当そこで伸び伸びといろんな道具触らせてもらって、で専門学校、洋服の学校行って、はい、でまあ色とかも好きだったので、はいはいはい、そういう色の勉強とかそこでしたり、はいはい、絵描く時もそのキャラクターが着る服とか、はいはい、なんかそういうのを考えるようになるんですよ。ポッケここにあって、確かに結構そこは活かされてる気がします。でちょっとこう時間があったので。ワーキングホリデーさせてもらって、あ、はい、親にですよ、はい、親に金貸してもらってで行かせてもらって、うん、カナダにワーキングホリデー行って、はいはい、で1年間そこでちょっと茅ヶ崎離れて、あ、一人で生きていこうという、はいはい、戻ってきたはいいけど特にこう何もないじゃないですか、はいはい、資格もあるわけじゃないし、で、まあ、そこでバイトし始めたんですよ。いろんなバイトですよ、それこそこうギャップで働いてみたり、いろんなところで、アーティストでその自分で表現していくとか物作るってなると、そういうのって生きてきますよね。生きてきますね。あれ良かったんだなっていう。もう本当そう思います。リュウさんの絵がね、よくこう人間の中に動物混じってたり、はいはい、同じ感じでこう。よく家にも絵飾ってるんですけど、ハートのやつとか、あ、T シャツとか使っていただいて、はい、あれとかをこうインスタとかで見たときに、すごいこうダイバーシティだなと思った。多様性とピース、ラブピースみたいな感じがするんですよ。それが溢れてて、はい、すごいそんな感じの人なんだろうなと思ってて、まさしく、はいはいはい、でお話ししたらやっぱりお話は暗かった。思ったより パリピではなかった。ということで今日はですね、安部龍さんにゲストで出ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。楽しかったです。どうもありがとうございます。概要欄にですね、リュウさんのインスタグラム貼り付けておきますので、ぜひフォローしてみてください。作品もいっぱい載ってるんで、ぜひぜひチェックしてください。ウェブサイトも貼り付けておきます。よろしくお願いします。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。目指す場所ですか？あ、それはありますか？ないです、まあ、言っといてあれだけど、今あんのかなないですね。今の会話何なの？